スペースランナウェイ、初代鉄人28号がプリントされた下着を見せつけてしまう、に対する、ネットの反応をお送りするよ。絶大なインパクト。この子バニー服着て洗脳されてなかった？その状態でサブロー縛かれてなかった？されてたね。洗脳双葉のバニーさんエロいよな。このカットだけだと元橋秀幸キャラというより鈴木のりたかキャラっぽい。メガネ可愛いよね。結局みんなパンツ目当てに見てたのか。しっけいな、おっぱいも目当てだった、中年。メインヒロインが後半にリストラされるという。メインヒロインっていかにもお嬢様な美少女じゃなくて、メガネチビ巨乳のこと？あくまでメインヒロインはしおりで双葉は探偵事務所のマスコットの印象。子供の時はメガネより普通に可愛い方がいいのにと思いました。今はメガネが好きです。双葉の方が好きだったけどこっちが残ったのはびっくりしたわ。ちびっこ巨乳メガネの方がウケるとか思わないわな。顎もリストラされたのに話題にならない。ああ、そういえばいたな。メインヒロイン、どうして私がクビなんですか？こっちの方が正統派よね。メガネっ子、かっこ渋い小桜悦子の人気が出たから。全額とかしそうな顔しとる。未だに FX って聞くと双葉を強制連想してしまう。ジャイアンヒーロープエンテートフューチャー X。本当のことだけ知りたいよ未来に続いたこの世界。ごまかしだらけの日々に心を傷つけられたんだね。倒れるな負けるなよ。未知なる未来とかそういう意味が込められてるんだっけ FX。子供心になんかよくわからんけどかっけーって思ってた思い出。大量の死者じゃなくてこっちの方が正統続編なんだっけ？どっちが解かない、それぞれのパラレルなんじゃないの？ G ガンダムみたいな話だった記憶。それレッドバロンじゃ。これも各国の鉄人が出てくる展開ではある。メインどころ、アメリカさんがクソ雑魚で腕がもげてたのは覚えてる。フランスさんのバッテリーみたいなのを奪ってオックスに移植したのも覚えてる。世界に数個しかない FX システムだっけ？最終決戦時ジェノサイドバスター撃つためのエネルギーが足りないってなった時、移植元のロボットがエネルギー分けてあげようってなった時は胸熱だった。記憶が合ってるといいけど、そういえば FX は飛行ユニットがないと飛べないんだよな。鉄人にしては珍しいロボだったな。あんな戦闘してたら横で操作より内部にコクピット作った方が良くない？ロボで殴り合いしたり投げられたら何百メートルも吹っ飛ばされるのにそれに乗るとか正気か？時速100キロメートルの車同士で正面衝突してもエアバッグがあったら無傷で済むとでも思ってる？ FX のメカデザの人はこれだけはやりたくなかったと言っていた。コクピット操縦式の鉄人。高速で移動する鉄人だから乗ってないと厳しいし仕方ないんだけど。物語前半で悪の組織が壊滅して後半は普通の話が続くという普通なら逆になりそうな展開だったよな。同じ頃のアニメ版人空や赤ずきんちゃちゃもそんな感じだったな。巨悪を打ち倒した後最終回までしばらくその後の話があるっていうのは好き。後半から毎回違う組織のロボと戦うようになったな。後半は必殺技のあるブラックオックスの方が活躍してた気がする。オックスは大体どのシリーズでも鉄人よりかっこいい。なんかこのイラストだとトランスフォーマーみたいだ。このオックスのイラストがすげえ好き。変形できて単体で飛べて、飛び道具も必殺技もあるブラックオックス。第28号 FX ロボみたいなもんだからな。ジェノサイドバスターだなんて物騒すぎませんか？なんでそれを主人公サイドにつけようとする？もともとは敵側のロボだしな。この凶悪なフォルム。鉄人も旧型ロボットとして出てたよな。1話だと苦戦するけど後から再登場した時は活躍してることが多い旧鉄人。超電導が封じられて FX が動かせれない？ならガソリンで動く初代の出番だ。FX のスタッフは旧鉄人好きすぎ。楽しんでたな。だって FX より線少ないから派手に動かせるし。旧鉄人自体が価値格演出みたいな扱い、めったに苦戦しねえ。そこそこ旧鉄人が活躍するせいで他のロボットは何なの感があったね。17号フェニックス、俺頑張った。なんで旧鉄人も現役で戦えるんだ。命令者の腕であってスペック的には現行機には厳しいものが、ブラックオックスとの合体技とか新旧鉄人共闘とか好きだった思い出。死亡フラグ立てまくったフランケン。
子供向けアニメだから戦線離脱しても生かす方向に持っていくかと思ったら、本当に死亡するとは、割と容赦ない描写多いからなこのアニメ。ゲストキャラがハゲて襲ってくる絵画トラウマ、制作者加減しろバカと思った。第38話、悪魔を生む機会はシャレにならないトラウマ回。ゲストヒロインの経歴からして重く、劇中で改心する可能性がありつつも自分からその道を断ち切ってしまい、一度乗り込むと二度と人間に戻れないおぞましい兵器と融合、翔太郎たちと戦うという展開は、子供番組としてはかなり異質なものであった。ちなみにこの話では、悲劇にケリをつけるために、翔太郎が元祖鉄人ではなく FX を操縦して戦うという珍しいシーンが見られたりもする。1号から28号まで全部デザインってあるのかな？あるよ。小さいけど全部おもちゃで出てなかったかな？28体セットで、あったあった。28号から28号 FX って系譜になってて29号以降はないのかってのが当時からの疑問。ブラックオックスが29号になった。でも誰もそうは呼んでくれない。あとは双葉専用機の30号がある。ライダーマンみたいだな。かわいそう。鉄人です。通ります。劇中一の超技術の塊な気がするぞ30号。双葉専用の鉄人30号ミラクル B。操作は胸に下げたペンダントで行う双葉の正門を登録してあるので、彼女にしか動かせない。FX がもうちょい後の作品だったら、フランケンナキ後のオックスはしおりの愛機になってたんだろうな。むしろそっちの方が自然な流れだったよね。あんまり絡みのなかったサブローにいきなりもらってくれって言い出してびっくりした。FX って武器は持たないという主義のせいでオックスの方が人気あるんだよね。ロボットはとりあえずでかい剣持たせて合体変形大砲だ、の時代に。宝の開発の人たちが苦労したであろうことは想像に難くない。そんな時代に必殺剣バンクに頼らずガッツンガッツン肉弾戦をやろうとしたゲッターロボ号。まあ最終的にソードトマホーク持ったけど、グレート合体と呼ぶには微妙な形態なのは3機合体3変化にこだわったおかげか。ピンクはエロかった記憶。スカウターの影響力高いな。スカウターというかコンピュータからの表示がピコピコなってるメガネやヘルメットへの憧れは前からあった。FX スパロボ参戦むずいのかな。太陽出したんだし。サンライズ出たからだからな。シンカリオン出るくらいだし可能性はゼロじゃなさそうだけど。出るとしても初代28号がどういう扱いになるのかは気になる。Y はオープニングエンディングが新旧ともに好きだったわ。後期エンディングいいよね。よか。後期オープニングがボーカル変更という珍しいパターン。後期オープニングのテレビ放送版が欲しい。ボックス収録のは一番かっこいいカットが初版の事情で差し替えられてて、もったいないったらあやしない。どんなカット？鉄人、28号のラストサビに合わせてマサと双葉サブローがぐるんとカメラ一周して、凛しく決めるカットが本編映像に無理やり差し替えられてる。内容はよく思い出せないがオープニングが空で歌えてビビった。子供の頃の記憶ってすごいよな。ところでストーリーとしてはどんな評価なの？ワクワクして見てた印象しかない。普通に面白いよ。総集編的なのがちょいちょい挟まれるんで中盤は割とだれるけど。初代はリメイクされてたっけ？ FX もそろそろリメイクしてほしいんだが無理かな。すでに少年探偵金田翔太郎を認知してる人も少なくなっているので無理がある。